1581大阪市交通局1651軽電車とは大阪市交通局が保有していた路面電車車両である。1940年に有給車となっていた5両のボギー山水車から改造され、登場当時は1581型と不満されていた。このため、この校では改番までの記述を1581型を使い、 会番後の記述は1651型を使う。1937年に勃発した日中戦争は、河北から河中、河南へと戦火が拡大し、国力の大半を戦争遂行に費やされる総力戦となった。戦時色が強くなった1938年に成立した国家総動員法などの戦時の経済統制に関する法律の施行により、 民主向けのガソーリン、軽油などの石油燃料は、木炭や高ライトなどの代用燃料に代替されることとなった。大阪市においても、1938年10月に民営の大阪のリ合いバスの事業を買収して、再び市内公共交通機関の市営一元化を達成したが、燃料統制が厳しくなる中で、バス事業の維持は次第に困難になり、 自電と並走していた区間から撤退して、周辺地域のフィーダーサービス確保を中心に路線を設定する方向に転換した。このことによって自電へ乗客が集中するようになった、ほか、軍需産業の活性化に伴い、軍需工場や港湾で働く労働者も増加した、ことから自電の輸送力確保が大きな課題となった。このために、 1940年2月から利用者の少ない停留所を通過する急行運転を開始して輸送力の確保を図ったほか車両の面でも801系の登場以降中型車を次々と投入していたものを一変させて大型車を投入することになったがこの頃になるとすでに物資が不足して車両の割り当てを受けても心臓することは容易ではなくなっていたことから 道路の舗装の進展によって有給化していたボギー山水車の26から30号を活用して1 6 0 1系以来12年ぶりの大型ボギー車である1581型を登場させることとなった。前述のように本形式は1940年に木並車両製造で5両が製造された。全長は13.7メートル。 側面窓配置 D5D5D となり、側窓は同じ大型車の1601型が1段、加工窓であったのを改め、2011系譲りの大きな2段窓とされた。このためドア間の窓数が1601系の6個から5個と、一つ減少したが、窓1枚あたりの大きさは1601型より大きくなった。客用扉は、前後扉は乗務員の操作性を考慮して、 大阪市電の大型車では、初めての2枚折り戸となり、中央扉は左右連動の両開き扉であった。前面は901億2千1万2千1 1角、形式の流線型から、再び1601型までの緩いカーブを描いた3枚窓に、戻ったが、前面のデザインは1601型から、モデルチェンジされて、前面右側の窓上に、行き先方向膜を、 中央窓上に、系統膜と小窓をそれぞれ設けた。台車は、種車の台車をそのまま流用したが、この台車は1601型が入っている、大阪市電型台車の試作品として設計された、ものであった。電装品は、主電動機として、端子電圧 600V 時1時間定角出力 37.5kW の芝浦製作所 SE-133 化。 川崎重工業計マイナス6から 504B を核2機搭載し、制御機はゼネラルエレクトリック系マイナス39を装備していた。なお、本形式は5両の少数派であるために、新形式の1701型を与えるのではなく、当時在籍していた1501型と1601系の間の空番である1581型と不満された。 1581系のデザインは、その後登場した1701系、以降2101型まで続く、戦中、戦後初期に登場した、大型、中型車も含めた大阪市電スタイルの基礎となった。また、1581型は、同時期、木並車両で製造された名古屋市電2600型や、横浜市電2600型などと同様、 流線型と平妻という違いはあるものの、窓の大きな軽快な車体という、いわゆる、木並みスタイルが、色濃く投影された車両である。このほか1942年に、同じ木並み車両で製造された、広田650型は、1581型を、ベースにその車体長を少し縮めた車両として、登場した。1581型は、 全車鶴町車庫に配属された。当時の鶴町車庫は701型をはじめとした単車が多数配属されており、沿線の軍需工場へ通勤する労働者が増加しているにもかかわらず、輸送力確保の主役であるボギー車は858型と1081型が少数、配属されているだけだったので、輸送力不足と混雑に悩まされていた。このために、 鶴町車庫への大型車の導入が強く望まれており、新生艦も内戦5 8 1型を投入することで、軍需工場への通勤車を大量輸送するとともに、輸送力の増強と混雑の緩和を図った。太平洋戦争末期の大阪大空襲では、1582号と1585号の2両が、 被災したが、そのうち福町車両工場で被災した1582号の潜在消失の報告が漏れたため、天王寺車庫構内に仮復旧した車両工場で復旧工事を受けた。その後、1949年に潜在車の欠板を埋める形で改版を実施されたが、1581型は1601型が55両、潜在廃車されたのと、 登場順が1601型と1701系の間であったために、1651系1651から1654に改版された。広島電鉄で750型として活躍する元1651系762。大阪大空襲で被災。大阪時代とは外見に変更点が多い。塗装は、 大阪市電に近い色を再現。1651型は、開番前後に、鶴町車庫から、宮古島車庫に転属して、走る路線も大阪駅周辺の、いわゆる、北や、堺筋、四つ橋筋などの大阪市電の南北の幹線に変わった。その後、1956年には、完全二人乗無課により、使わなくなった、後部扉を閉鎖して、 側面窓配置も D5D6 となった。大阪市電廃止の過程では、4両の少数派であった、ことから1965年に全車が1601、軽重量とともに、広島電鉄に譲渡され、同車の750系761から764となった。その際、1651型が装着していた、 大阪市電型台車を1746の1749の4両が履いていた、ブリル7 7 e に台車を乾燥の上で広電に、譲渡された。ありがとうございます。